プランは沖縄合宿初日、僕ら今怪我してますので、はい、リハビリ兼砂浜でちょっとトレーニングしていきたいと思いますので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。お願いします。バケーション行くな、バケーション行くな。ダメ、まあ、でも砂浜やから足取られるから、はい、足しっかり、もうだいぶ強くなれるから。さあ、じゃあ一回ジョグでもしようか。はい。あ、やばいな。
再開予定ですもん。怪我だけ、はい、怪我にもちょっと増えてきたっすよ。これはもう今現状プラムは怪我人多くて、練習強度結構高い分ちょっとまあ怪我2時間の練習だけど結構ガッて追い込む練習をしていただいてるので、ちょっとやっぱ怪我人が多い。各自でやっぱこういうケアとか、そうですね、ほんまにプロみたいにちゃんとしたケアをしていかないと、やっぱ今後日本一強い面白いチームにはやっぱなられへん。結構最近なんか練習中もなんか選手同士でここもっとこうしてとか、なんか今いい感じよね。はい、言い合えるようになってきてるみたいな。これそっちやわとか感じるっす。お互いがいい練習になってきてる。ほんまに強度も上がってるけど、そういうコミュニケーションも最近上がってきてて、サンゴを踏みました。サンゴ増えてます。まあ、なんでね、まあ、応援してくださってる方々とか動画見ていただいてる方によりもっとね応援してもらいたいし、うん、この成長と次もし勝てば一部やし、一部の試合もね見てもらえたら、陰でみんな努力してるんで最後いい結果が出ますので見てください。まあこれからもプラマン頑張っていこう。りょうくん、よし、ほな、じゃあ大阪でな。はい、はい、お疲れ様です。